森下と細川のさ。細川選ばれてないのはあかんやろ。セリーグ最強打者筆頭やのに。井端が森下大好きやから細川選んでも守るとこないって判断ちゃうか。好き嫌いで選んでるようじゃ井端もあかんな。好き嫌いって過去の間のアジアチャンピオンシップかなんかは森下のおかげで優勝できたまであるから、井端が監督やってる限りは森下はほとんど選ばれるよ。勝って当たり前のような大会やけどな。別に森下を否定するわけちゃうけど、近年の成績で細川選ばんのは論外やと思うわ。オールスターちゃうからね。監督のやりたい野球のポジションと打順にはまる選手を選びたいんよ。見てると大砲型はあんまりいないね。うちからは予想通り森下再起か。休んでほしい気持ちもあるが、選ばれたからには仕方ない。怪我なく帰ってきてくれ。秋の侍は出来上がったベテランだけにした方がええな。まあその場合疲労や故障が問題になるが、混乱招集されんのただの罰ゲームだろ。森下選ばれて細川が選ばてないのはかわいそうすぎるとは思うけどな。守備重視ってわけでもなさそうや、仕様わからん選別や。細川は足を高く上げるフォームやから、国際試合ではまらんかったら厳しいって判断されたんかもな。一応森下は井端代表監督の下で実績は出してるし、森下と細川の差なんて三振とクラッチ力見たら明らかやろ。